行きましょうか、風俗。そうですね。連れてってもこっちに。行かないっていいんじゃないどうしよう。行かないの行かないよ。行かない、行かない。楽しみです。そんなことはいいよ、生田君も、あの、武家も。何いただこうよ。武器です。武器、いいよ。いただこうだから。冷めちゃう。冷めちゃう。はい。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いただきます。ごちそうさまです。あの、お礼を。美味しくいただきます。田中さんだ。田中さん。よくのが悪すぎるよ。美味しくいただきます。いただきます。ごちそうさまです。やっぱビールだな。うまいですね。最初やっぱビールですね。そうですね。でビールが喉に。ビールが飲めない。いやそんなこと一言も言ってないじゃない。じゃあなんで隠すの。いやたまたまちょっと置いたんだよ。なんで隠すの。じゃあ置いたの。犬でもそんなことするよ。犬はビールなんですよ。ね、置いたんだよ。じゃあ何飲むの。当たり前じゃないですか。そうね、はい、皆さんこれ飲んですか。皆さん、うん、ゆっくり。いやビールだよね、夏はビールだよね。そうっすよね、ね、じゃあ、ね、ビールだよ。おいしくいただきます。おいしくいただきます。いやおいしいですね、ビール。そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。つまんねえんだよ。真面目にやれよ。そんなこと言ってもういいんだよ、それは。ね、面白くない。新しいの考えてくれ。まあいい。考えて。違う。飲め。飲め。聞いて。聞いて。みんなも聞きなさい。あのね。誰に言ったんだよ。スケさんの学生。誰だよ、それ。面白くねえんだよ、俺は。ふんたつなんねえんだよ。いいよ、もうそんなのは。なんだ、俺だけ飲んでも面白くないでしょ。面白くないし、なんか美味しさ感が伝わらない。だって僕んち終わってますもん。終わっちゃった。ないもんね。ないもんね。あ、それじゃ仕方ないな。ゆっくり飲もうか。ね。ないないもん。仕方ない。仕方ないよね。仕方ないよ。あるよ。あるよ。どっから。ありがとうございます。飲めんだな。飲めんだな。持ってた。持ってたよ。持ってた。厚缶にしといて。泡だらけになってやる。泡だらけになって。じゃあもういいですね。俺らも飲むから飲めるんですね。飲ますよ。飲めるんですね。ただ泡聞いちゃってる。ただ言いたいこともあるんですよ。この動画撮るってもう言ってましたよね。いや、初耳ですよ。初耳ですよ。あんたがさ、前からそうだ。小学生2年生からずっとそうだ。な。なんで全部そうだ。何が。すぐそうやってごまかす。な。ごまかしてないよ。でつまみ買ってきてくださいねって言って先週からもつ煮作ったから美味しかったね。じゃないですか。よかったですね。金払えよ今日。チャーハン代も。せっかく美味しかったねって言ってたから。なんだその偉そうなお前言い方は。人に全部やらしといて。な。いいよ。しかも帰る時にお土産ないのとか言い方ねえよだから。お土産。いい？つまみ買ってこいってあんた買ってきてなんだそれチョコレートじゃねえか。いいじゃないですかね。美味しいですよ。女子高生じゃねえんだよ。パジャマパーティーやってんじゃねえんだよ。行きたいし。な。本当につまみだったらもっとまともないですかって言ってもないですか。言うたそう言うと思ってさ、今日は出張のお土産、これお土産が本気で言ってるんですか。あるんだよね。あるんだよね。お前またセブンイレブンで買ったな。違うよ、出張のお土産って言ってるでしょ。お前風俗行った時必ずセブンイレブンでこれ買ってくるんだ。行ってねえし。な行ってねえし。風俗行ってねえし。違うし。はぁ女王様にしか舞台たことないのに。何言ってんの。気持ち悪い。じゃあ分かりました、陣平さん。はい、それがつまみでいいですよ。いただきます。風俗行った帰りに買ってきたやつでもいいや。それはそうじゃないけどね。じゃあもうちょっと、飲みましょう、もう。じゃあ、おいしくいただきましょう。おいしくいただきましょう。はい。おいしくいただき、おいしくいただきます。はい。田中さんだよ。
溶けてんのか溶けてんのかな、溶けちゃってんのか、固まってます。田中さん、美味しくいただきます。いただきます。ごちそうさまです。いただきます。やっぱビールだ、最高っすね。うんうん、この後日本酒とか焼酎にね行きたいような感じね。はい、うん、残ってるし口の中にも入ってるよな。おい、うん、あ、おい、うん、飲み込めよ、うん、飲み込めっていうの早く、うん、飲み込めよ、うん、何言ってんだこの野郎、飲めっつってんの、飲めっつってんだよ、早く飲めよ。いや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 、なんかなんか含まない、やってくれたな、ね、やってくれたな、仕方ないでしょそれ。何がね、タオル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 、雑巾じゃねえかよ。だからその前にごめんなさいだろ。おい、飲めないのそのぐらい。まあまあいいよ、動画的に面白いからいいかもしんないね。そうじゃない、俺のこと謝れって。なんだこれ、申し訳ありません。寿司よこれ、寿司。それはまた別の、今から回転してないとこね、終わり。金があるわけないでしょ。ということで視聴者様、最後は放送事故になりましたけど、今から陣八さんにお寿司を奢ってもらいたいと思います。いや、それはないですね。でね、冒頭にも言った通り、このすっとこどっこいがね、ミスしちゃって。本当なんですよ。申し訳ありません。この人がカメラ持ってるところが撮れなかったもんで、居酒屋部飛天パート2っていうので、冒頭のシーンがほとんど撮れてないんです。でも、酔っ払っちゃいました。すごく面白かったので、編集して、そのシーンなしで、なんとか繋げて出そうと思ってるんで、ね、しょうがないです。うん。まあそれはもう今ね、お詫びして、あんまり最初のシーンがよくわかんねえけどってなっちゃうかもしれないけど、ご理解の方、まああれはね、そのうち出します。今日のこれを出した後にね。まあそういうことで、生田さん、あれをはい、失敗したみそぎということで。ちょっと待って、あれ何これをどうしろって言うんですか。分かってるでしょ。持つんですか。持つんですか。お願いします。ちょっと待ってくださいよ。なんですか、陣八さん。はい、みそぎです。みそぎ。いや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 、そのみそぎはちょっと待ってくださいよ。言っていいですか。何ですか。バンジーは飛ばない、死んでいくつって行かない、若いお姉ちゃんと鉄面デートじゃなきゃ嫌だ、ほんで撮影はすっぽかす、風俗のアキラにハマってる、でこの間の動画全然撮れてない、今日遅刻してきた、どうすんだ責任。いや責任問題とかとこれが違うじゃないですか。急ぎです。急ぎです。ではまあ潤太さん、グイッといっちゃいましょう。どこの背中、のどこし爽やかっていう感じでね。手風開いてんじゃないですか。開いてます。とりあえずどうです。それを俺に飲めと言う。ああ言うんですね。マスクつけててもこう。どうぞ。みそぎですか。わかりました。みそぎですか。わかりました。ちょっと最初にこう、なんて味見というかこう。それは困る。どうぞ。ちょほら、十分でしょ。まあいいや、この辺大丈夫かしないね。大丈夫です。大丈夫かしない。遅刻してきたわ。じゃあ、ちょっと味見。バスポイントも15もいってるしね。ちょっと味見。今年も。ちょっと味見。お願いします。わあはははい。じゃあ本番行きましょう。今味見でしょ、だって。ね。これ。ダメで、今本番だもんね。うん、違う、今の練習でしょ。何ダメって。なんだよこれは。ダメだよ。一気行けよ。えビシッと。何、今カメラ回してるから。ほらなんでや。